日本維新の会の足立康史劇場、無礼な立憲民主党の長妻昭議員に物申す。日本維新の会が野党第一党となるので、あなたたちはもういらない。長妻昭でございます。今日はまずは山崎大臣官房審議官にですね、放送法についてお尋ねをしたいというふうに思います。これ極端な場合においては1回の番組のみで政治的に公平か否かの判断をすることもありますか。山崎大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。3月17日の参議院外交防衛委員会におきまして、答弁いたしました。平成28年の政府統一見解で、番組全体を見て判断するとの従来のからの解釈には何ら変更はないとした上で、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断するとされていることについて申し上げたものでございます。その上で、政府統一見解におきまして、一つの番組のみでも例えばとして二つの事例を例示し、極端な場合においては一般論として政治的な行為であることを確保しているとは認められないという考え方を示しております。ちょっといいですか。質問に答えてください。端的に。それ聞いてません。ちょっといいですか。はい、長妻昭君。私が聞いてるのは、その端的にですね、統一見なんか見解とか聞いてるんじゃないんです。今の解釈ですね、もう一回聞きますと、極端な場合においては1回の番組のみ、1回の番組のみで政治的に公平か否かの判断をすることもあるのかないのかと、これだけお答えください。端的に短く。まずは山崎審議官に聞いてます。松本総務大臣。じゃあ山崎審議官お答え申し上げます。先ほど参議院外交防衛委員会という私の答弁についてご紹介いたしましたが、ご説明いたしましたが、その中で今お尋ねがありました。先ほど途中までお答えしましたけれども、政府統一見解では番組全体を見て判断するとの従来からの解釈では何ら変更ないとした上で、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体判断されていること、それからその上で政府統一見解におきましては、一つの番組のみでも例えばとして二つの事例を例示し、極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方が示されております。これは番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものである、そういう考え方でございます。ちょっとこれね、質問に答えるように指導していただきたいんですね。委員長って言うんでしたっけ、主査って言うんでしたっけ。私が聞いてるのは難しいことでなくて、もう一回聞きますと、極端な場合においては1回の番組のみで政治的に公平か否かの判断をすることがありますかと、あるのかないのか、はっきり分かんないですよ今の。松本総務大臣。はい、これまでの国会の議論におきましても、たびたび1回の番組について政治的公平性の観点から、その適否についてご議論があったことは、委員も質問にあたってさまざまなこれまでの議論を確認をされておられると思うので、よくご承知の通りかというふうに思っております。平成16年の6月3日の国会でのご議論などでは、1回の番組で放送法に抵触する恐れありとの質問に対し、政府としてはしっかりとまず放送者、事業者の自らの審議などを確認をしてと申しております。その上で今審議官からもご答弁申し上げたように、番組
全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することが当然のことであると申しましたように、一つ一つの番組について、政治的公平性がについての観点からその適についてのご議論があるということでございます。その上で委員が放送法の判断ということで、おっしゃったことの意味合いでありますが、私どもこれは平成27年8年の議論の中でも重ねてご答弁申し上げており、その前からも同じようにご答弁申し上げておりますが、放送法における放送法に違反しているとして、番組失礼業務の停止や電波の停止になるかどうかの判断という意味では、繰り返し述べるなどの極めて限定的な状況にて運用することは答弁申し上げた通りでございます。全然答えてない。長妻明君、答えさせてください。もう一度質問お願いします。簡単な質問3回もしてるんです。今その通りのことをぜひおっしゃっていただければと思います。4回目ですよ。これちゃんと仕切ってもらわないとね。ただ座ってんじゃないですからね。じゃあ最後言いますよ。ちゃんと答えてください。極端な場合においては1回の番組のみで政治的に公平か否かの判断をすることもあるのかないのかと、あるのかないのかっていうのを答えていただきたいんですよ。松本総務大臣。平成28年2月12日のもう政府統一見解で申し上げている通りでございまして、例えばと例示をして一つの番組のみでも一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方がありますが、放送法の業務停止また電波法の停波になるかどうかの判断ということでは極めて限定的な状況で運用しているというふうに27年8年その前からも一貫して申し上げているところでございますが、今申しましたようにこれまでも一つの番組について取り上げてご質疑があればそれに対して国会でございますので、ご質問に対してご答弁申し上げているというふうに承知をしております。答えてない。ちょっと一回止めてください。そしたら委員長ちゃんとちょっともう一回言って、まあ、もう一度質問をお願いいたします。もう一度お願いします。では改めまして松本総務大臣。今私どもがご答弁申し上げるとすれば、平成28年の統一見解に沿って申し上げることになろうかというふうに思いますが、よろしいでしょうか。いや統一見解読んでも分かんないですよ。あるのかないのかどっちか。統一見解は番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことである。その上で、当時の総務大臣の見解として一つの番組のみでもと二つの例示をした上で、極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示しております。示しその旨回答したところと申し上げております。これは番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものである。この統一見解ではこのように申し上げた上で、さらに放送事業者が自主的自律的に放送法を遵守していただくものという自主自律のことが基本であることについても申し上げている点から、ぜひ全体をご理解いただきたいと思います。一回止めてください。これ委員長分かるでしょ。長妻明君、聞いてないの分かるでしょ。質問を続けていただきたいと思います。いや、仕切んないと。ただ座ってんじゃないんだから、ちょっと言ってください。もう一度質問を続けていただければ。さっきから何度も同じこと言ってるわけですから、ちょっと言ってください。指示仕切って。いや、もう一度質問を続けていただければと思います。じゃあ一回止めて。これもう一回言って。まあ、もう一度質問をお願いいたします。もう一度お願いします。役割果たしなさい。では改めまして松本総務大臣。今私どもがご答弁申し上げるとすれば、平成28年の統一見解に沿って申し上げることになろうかというふうに思いますが、よろしいでしょうか。いや、統一見解読んでも分かんないですよ。あるのかないのかどっちか。
統一見解は番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことである。その上で、当時の総務大臣の見解として、一つの番組のみでもと二つの例示をした上で、極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示しております。示して、その旨回答したところと申し上げております。これは番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものである。この統一見解ではこのように申し上げた上で、さらに放送事業者が自主的自律的に放送法を遵守していただくものという自主自律のことが基本であることについても申し上げている点から、ぜひ全体をご理解いただきたいと思います。長妻昭。これとんでもないですね。私が聞いてるのはもうさっきからこれで5回目6回目なんですけども、ですからそのこの政府統一見解読んでも分かんないわけですよ、私の頭では。ですから教えてくださいということですね。どういうことかというと、同じですけども、極端な場合においては1回の番組のみでも政治的に公平か否かの判断をすることがあるとあるということなのか、この政府統一見解見るとあるというふうに読めるんですね、私の文章読解力によると。あるということでじゃあいいんですか、それともないんですかと、そういう明確に聞いてるわけですよ。これわかります、意味、意味っていうか、これあるかないかっていう、どっちなんですか。松本総務大臣。もう委員には申し上げるまでもないことですが、国会におきましては、ご質問に対応してご答弁を申し上げてきているおるところでございまして、あるのかないのか、改めて申し上げれば、先ほど申しましたように、一つの番組のみでもと例示をし、極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示したものと申し上げた上で、番組全体を判断するというこれまでの解釈を改めてここでも確認をさせていただいているところでございます。繰り返しになりますが、改めて申し上げれば、平成16年の3月は、例えばご質問で、はい、85分流したこと、山形テレビの行為、これが放送法に抵触する恐れありと、いわば1回で放送法に抵触するありというご質疑に対しては、全体を見て判断をするというこれまでの解釈を申し上げた上で、各放送局のまず自主自律のご判断、報告をというようなご答弁を申し上げているというふうに理解をしておりますので、一つ一つの番組についてのご議論に対して、政治的公平性が極端な場合には一般論として、確保しているとは認められないということがあるとの考え方を示した上で、放送法として番組全体を見て判断をするということも申し上げているというふうにご理解いただきたいと思います。一回止めてください。これ委員長分かるでしょ。長妻昭君、もう質問を続けていただきたいと思います。いや、ないと、ただ座ってんじゃないんだから、ちょっと言ってください。もう一度質問を続けていただければ。さっきから何度も同じこと言ってるわけですから、ちょっと言ってください、指示仕切って。いや、もう一度質問を続けていただければと。じゃあ一回止めて、これじゃあ松本総務大臣。はい、先ほども申しましたけれども、一つの番組について国会でご議論されていることはもちろんでありますが、この平成28年12月12日の政府統一見解に関連をしてでありますが、ぜひこのいわば平成27年5月12日の参議院の総務委員会での議論から、この間の一連の議論が始まってきておりますけれども、その前の平成26年にあるかないかっていうのを聞いてる。あるかないか端的に答えてください。ですから一つ一つの番組についての政治的公平性が確保されているかどうかの議論については、これまでも議論に応じて、ご質問いただいてますので、議論に応じてそれについて、ただ政府として
個別具体の番組が政治的公平性を確保されていないとご答弁を申し上げたケースは私が承知をする限りではないかというふうに思いますが、何がない、もう一回言ってください。質問で一つ一つの一回の番組、一つのシリーズの番組について政治的公平性が確保されていないのではないかといった趣旨の質問をいただいたときに、個別具体の番組について国会の答弁において一つの番組について政治的公平性が確保されていないとご答弁を申し上げた例があるとは私は承知をしておりませんがと申し上げました。長妻昭、今のはまあ事例の話ですよね。ちょっと完全にこれごまかしと、これに明確にお答えいただければ私も安心するのでですね、じゃあこの政治的公平か否かの判断というのは、これは番組全体を見て判断するんだと、これに例外はないと、これでいいんですね。イエスと言ってください。長妻昭議員の狙いは、先の民主党政権と自民党の両政府の統一見解を答弁で変えさせて、それを問題視してその責任を取らせたい。しかし自民党政権は面倒回避のため一字一句変えたくない。この見識をベースに議論して個々の事例について判断されるのが統一見解ですから、あるないで答えるわけもない。この無礼な質疑に日本維新の会足立議員の足立劇場が展開されます。私は今日ですね、大臣ご質問する予定はないんですが、ちょっと今長妻さんが放送法の話をされたので、ちょっと一言だけ、だから関係の放送関係のを支える事務方、もしあれだったら残っていただいても構いませんので、ちょっと、お願いしたいんですが、長妻さんちょっと怒った方がいいですよ。我が尊敬する大野敬太郎主さんに対してね、ただ座ってんじゃないんだからねと、役割を果たしなさいと。私が同じこと言ったら多分懲罰動議出ますよ。だから本当に立憲民主党の人たちっていうのは、この言葉遣いがね、私が普通に言ったら言っただけで懲罰動議が出るのに、彼らはもう胸を張って議事整理をされている大野司さんに対してね、だって大野司さんがもう一回質問しなさいと言ってるのにしない、で挙句の果てはただ座ってんじゃないんだからと、役割を果たしなさいと、こんなことを言うっていうのはですね、私がもう主査だったらすぐに衆院議長に言って懲罰、大臣ごめんなさい、私ね、大臣ね、これもったいないっていうか、放送法の解釈についてはだってもう統一見解が出てるんですよね。でそれに基づいて、松本大臣も整理をされてると。でもう統一見解を何かもう変えることはない、当たり前ですね、ちょっと変えることはないって、もう一回お願いします。松本総務大臣、ぜひご質問いただいた機会に申し上げたいと思いますが、平成28年の2月におっしゃったように統一見解が出ているんですが、それまでの議論を踏まえて解釈を変えずにご説明を申し上げるという意味で統一見解を出させていただいているところでございます。ただ平成27年からかなり国会でご議論がありまして、どうしても国会でのご議論だと端的にご答弁を申し上げたりするので、全体を見たらご理解をいただけるんですけど、一つ一つの文言をどう捉えるかということによってご議論があったので、改めて統一見解を出させていただいたというふうに理解をしております。その上でやはり報道の自由、国民の知る権利、表現の自由、大変大切なものでありますので、放送行政はこれまでも慎重かつ適切に法にのっとって運用されてきたと理解をしており、これからもそのようにしてまいりたいと思っておりますし、先ほども申しましたように、この放送法、政治的公平性に関して行政処分、業務停止や番組の停止が行われたことはないというふうに承知をしておりまして、実際に慎重にかつ適切に運用されてきたと考えております。足立康氏、ぜひね、これ何て言いますかね、国会ってすぐああやってね、主査を委員長議長ですよ、この会議の議長を恫喝するようなことをね、
質問言うと。でする当然答弁をされる大臣は、そうやって疑似整理をされている方が同化されるところで答弁させられるわけですから、それはやりにくいですよね。だから本当にもう立憲民主党早く野党第二党以下になっていただいてですね、私たちがしっかりそういう政府与党と、ですから私たち野党第一党に私たちがなってですね、本質的な議論できるようにこうしていきたいと思います。で大臣もう大臣じゃなくてもいいんです。今日ごめんなさい。局長とかいらっしゃってるの、担当局長はいない、今日は。呼んでないんだよね、多分。いらっしゃらない。放送の。放送法の。退席された。もう退席された。裏にいらっしゃる？いる。あ、いる。あ、ごめんなさい。僕、ちょっと今、コンタクトはめてないんで、お顔がわからなくてすいません。わかればでいいですよ。通告してないんで、わかれば教えてほしいんですけど、今回、統一、高市大臣が2015年に答弁をされましたね。で、あれは私はなんか新しいことだとは思ってなくて、これよく言われてますけど、昭和39年に旧郵政省の宮川岸夫っていうのかな、宮川岸夫電波管理局長が一つの番組と答弁、なんかバタバタしてる？大丈夫？大丈夫？いいよ。答弁できればいいです。あ、小笠原局長が担当。あ、ご無沙汰しております。もう小笠原さんは大臣、これ小笠原局長はね、私経産省いた時に、カウンターパートでしてね、郵政省、旧総務省と経済産業省で、カン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 、放送、ダビング10とかね、小笠原さん、ご無沙汰しております。あんまりこっち見てくれないけど。ご無沙汰しております。まあそれで話戻して、昭和39年にもですね、一つの番組という解釈については極端な場合を除きましてと昔からそう言ってる、この極端な場合を除く極端な場合と、高市大臣が答弁された二つの極端な事例というのは、これは同じこと言ってるんですけど、それから別のことなんですか？私は同じかなと思ってたんですけど、これ、わかりますか今。わかれば。小笠原情報流通行政局長。ではちょっとご指名でございますので、一番わかる範囲で答弁させていただきますが、はい、ただいま委員からご指摘のありました、昭和39年の政府参考人答弁。極端な場合を除きましてということを含めて行いました答弁でございますが、それは平成27年から28年における国会での議論を含めまして、放送法の制定時から現在に至るまで一貫して放送法の解釈について政定公平の解釈に書いておらず、変わっていないというふうに承知をしているところでございます。足立、今日は通告してないんで、それぐらいで結構ですが、私、大臣ね、私の理解はね、まあ当時からそう言ってたわけですよ。で、これは当たり前のことで、私の一般国民的な感覚で言うと、もちろん番組全体で見るんだけど、じゃあ、個々の番組は何をやってもいいのかというと、そんなことあるわけないですよね。あるわけないわけですよ。だから、従来から極端な場合を除くんだと言っていたと。ね。で、私はそう理解してます。また、別途、ちゃんと、総務委員会でやらせていただきたいと思いますが、で、ただね、局長ね、ただね、高市答弁までは、その極端な場合を除くと言ってきたんだけど、その中身、すなわち、放送法の解釈については、政府はこう言ってたんですよ。具体的な基準は示さないと言ってきたんですよ。違う？そうだね。それまでは政府は具体的な基準を示さないと言ってたんですよ。でも高市大臣の時に突然補充的に説明すると言って、今まで一言も絶対説明しなかった問題について2つの事例を出して、ある種のガイドライン、だって事例を示すということはまさにガイドラインですよ。一定のね、基準とは言わないけども、まあ一定のガイドをしたと。そういう意味では私は政府方針が2015年に変わった。すなわち、極端な場合とか、あるいは番組全体見て判断するとか、極端な場合除くとか、まあいろいろ言ってきたんだけど、あくまでも、
具体的な基準を示さないというのが政府の方針だった。その方針を少しだけ変えて補充的に説明した。それは新しいことであったと私は思うんですけど、どうですか。あ、大臣、もし大臣可能なら大臣お願いします。松本総務大臣。はい、先ほどのご議論でも申しましたけれども、例示の点についてはご議論の中で質疑者の中でお取り上げいただいたものもありますし、またこれまでの国会でのご議論になった政治的公平性の番組のケースなども踏まえて、私としては高市大臣としては、これまでの解釈の範囲内で、極端な事例として考えられるものをご答弁でおっしゃったという意味で、新しいものを加えたものではないというふうに理解をしたいと思っております。足立康。うん、新しいものを加えたものではない、だから解釈は変えてない、これは分かってます。局長でもいいですよ。ただ基準は示さないという方針があったんじゃないですか。小笠原局長。あ、ご答弁申し上げます。今ご質問の点、基準ということを示すということではなかったかというお尋ねについては、私どもも国会で何度かこの点ご答弁させていただいておりますが、政府統一見解におきましては、まあ、番組全体を判断するということを言った上で、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことであるということを言った上で、総務大臣の当時の見解が一つの番組のみでも、その例えばということを言った上で、2つの事例を示しまして、そういった極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しているところでございます。従いまして、今例えばという例示というふうに言ったというふうに申し上げました通り、これは基準ということを示したものではないというふうに認識したところでございます。足立康。ありがとうございます。大変よくわかりました。だから、まあ、基準を示さないという方針は別に変わってないんだということで、大臣よくわかりました。大臣ね、これ私が松本大臣、総務大臣、私総務委員会もずっといましたんで、総務省大好きなんですよ。NHK はちょっと問題ありますけどね。でも、私がいつも総務委員会で心がけてきたことは、あるいは他の予算委員会でもそうですよ。十分に時間を取って、答弁したいことはもうしていただく。で、場合によってはね、逆質問もありです。だから大臣が、いや、足立さんそんなこと言うけど、ちょっと足立さん言ってみと。そういう、やっぱり国会論戦っていうのは対等な立場で論戦をしていく。こういうふうな形でありたいと思いますので、今日はまあ通告なしでお付き合いいただきましたが、この放送法についてね、松本大臣、それから小笠原局長、なんかこの、今日、なんか立憲民主党からなんかなじられましたけど、私はもう今のご答弁、私が先ほど大臣に冒頭伺って言っていただいたことで、今の小笠原さんのご答弁に一定私はやり取り終わったと思うんですけど、なんかちょっともうちょっと言わせろっていうのあればもういいですか。大臣どうぞ。もうね、今日私あと20分ありますんでね、全部使っていただいてもいいですから、言いたいこと全部言ってください。はい、松本総務大臣。すでに申し上げている点があろうかというふうに思いますが、やはり放送法、これは放送法の趣旨にもありますように、本当に国民にとりましての表現の自由、報道の自由、国民の知る権利という大変大切なものに関わるものであるということで、これまでも慎重かつ適切に法にのっとって運用されてきた。この姿勢は平成27、8年の議論の中でも変わっておりませんが、その前にも変わっていない。で、その中では、政治的公平性について一つの番組のみでもという言葉によくとらわれて、おりますが、そもそも国会での議論も出発は1回の番組からの政治的公平性の議論から始まっているものも多々ありますので、まあ、これに対しての議論について一般論として、例示をして極端な場合には、政治的公平性が確保されているとは認められないという考え方を、まあ、申し上げたわけでありますが、この例示につきましても先ほど申しましたように、これまでの議論などを、国会でのご質問などを踏まえて、従来のご議論になった中でのものを取り上げていて、新しいものではないのではないか。それ以降につきましても、27、8年の中でも、繰り返し申し上げているのは、放送行政を預かるものとしては、やはり放送法の運用として、業務停止や、
電波の停止といった権限が法律上定められているわけでありますが、これを実際に行うにあたっては、先ほども申しましたように、法律に反していることが明らかである上に、繰り返し行われているなど、複数の要件を設けて極めて限定的な条件で運用することは明確に申し上げてきておりまして、実際にこの要件に該当して処分が行われた例はない、慎重かつ適切に運用してきているという姿勢は一貫しているということをぜひ、お時間をいただきましたので、この機会に、国民の皆様にも一層ご理解いただけるように、放送事業者の皆さんにも一層ご理解いただけるように、ご答弁の時間をいただいた次第でございます。ありがとうございます。足立康史君。ありがとうございました。小笠原局長ももういいですね。なんかあれば、大丈夫ですか。はい。じゃあ、急に、大臣、それから局長にご質問申し上げましたが、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。じゃあ、大臣も自由にしていただいて、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですね、今日は私、政治資金規正法について通告をさせていただいております。大丈夫ですかね。大臣は退席いただいて。はい。はい。この放送っていうのは、本当に放送法っていうのは難しい、大事な法律でありまして、私も問題意識ずっと持ってきました。で、そうした中で、小西洋之議員がですね、小西洋之議員が、こういう、一定の行政文書を公にされたことは、私はね、これ独り言ですから、小野市長さんすいません、独り言ですが、ちょっと、私もこれは私の発言権ですので、ちょっと時間を頂戴しますが、行政文書は本当に、出たことについて、今まで分からなかった経緯というものの一端が、確かにそれは不正確なものであったかもしれませんが、その一端が表になったことについては、これは非常に公益に資するというふうに私は感じました。行政文書から分かったことはですね、もちろん高市当時の大臣からしたら不本意な結果で あると思いますよ。当たり前ですよ。自分が喋ったことを勝手に議事録にされたら、自分から見たら、それは不本意に決まってるんですよ。でも、だからといって捏造じゃないんです、あれは。いや、もう私絶対これね、懲罰を受けても断言します。あれは、行政文書は明らかに論理的に整合的で、一定の経緯を示している文書なんです。だからあれ作った人ね、なんて言いますかね、作った人とか関係者とかあれ、見てください、総務省の調査の結果。調査の結果をつぶさに見ると、行政文書に書いてあることは一級の、これは、ヒストリーっていうか、行政の決定の裏で何があったかを示す、大変貴重な文書であることはね、誰しもが認めるべきであると思います。で、高市当時の大臣が、捏造呼ばわりしたことについては、これはミスであると。いや、ミスというのは、要は答弁ミス、だと思います。で、その上で、今、そのやり取りの中身については、今、大臣、それから松本大臣、小笠原局長からあったようなことで決着を見ているということでありますが、私の総括は、結局、総務省の官僚たちがですね、放送法のがいかに慎重でかつ丁寧に取り扱わなければならない、憲法にも類する、要は表現の自由の問題なんだから。だから、放送法というのは憲法と同じぐらい慎重に議論しなければいけない、その法律について、官邸の補佐官からいろいろあったものに対して、山田総理、秘書官とも相談をしながら、懸命にですね、それを防衛したと。で、私はそれやりきったと思いますよ。だから総務省の職員の皆様は、よくそれやりきったと。いうことで、その、経緯がですね、
しっかりとあらわになったということで、私は良かったと。でそれがですね、なんか猿発言とかそのなんとか発言とかで、この特にこの小西さんがマスコミの記者を恫喝するみたいなね、俺は元課長補佐だとかね、もうそれはもう絶対にやってはいけないことを彼はやってしまった。で一部に猿発言と私が国会で10回以上言ってる猿芝居と一緒だと言って、私をなじってくる立憲民主党の、議員がいるんですが、憲法審査会で毎週やってることを猿と呼ぶことはこれあってはならないことですよ。しかし今日の長妻さんみたいな、ああいうこの議事整理をされてる主査をなじるみたいなねことをやりながら、それを自民党が懲罰に付さないで見逃すということを私は猿芝居と言ってきたんです。与党と野党がね、与党は法律を通したい、野党はとにかく見せ場を作って国民にアピールしたい、万年野党ですよ。でその万年財界に支えられている自民党と、そして労働組合に支えられている万年野党たちが、万年与党と万年野党が裏で、まあ、シナリオを書きながら国会で遊んでると。これ私は何度も猿芝居と言ってきた。これ全然悪いことじゃないんですよ。だって誰も猿芝居って、私以外にもいろんな、例えば昔であれば、沖縄だっけ、テルヤさんとかね。いろんな、菅直人さんも言ってんじゃないかな。私、議事録調べたんですよ。私は10回ぐらい言ってますけど、国会に猿芝居という言葉が出てくるのは30回ぐらいあるんですよ。だそれとね、憲法審査会を猿呼ばわりしてるやつを一緒にする立憲民主党っていうのはもう本当にこう、どうしようもないわけでありまして、ちょっと、もうやめますが、まあ、そういうことは申し上げておきたいと思います。まあ、今日は放送法でいい議論ができましたんで、大野さん、ご協力ありがとうございました。さて、あと残る時間ですね、政治資金規正法、私はですね、政治資金パーティーをやりません。なぜ政治資金パーティーをやらないかといえば、政治資金パーティーというのはまさに、今申し上げた万年与党と万年野党が、政治資金規正法の寄付規制を脱法的に抜くために作った制度だからです。だからまさに55年体制の異物であり、それを未だに使い続けているというのが、私は政治資金パーティーだと思っています。そこで、私は堂々と、政治活動を、対価を伴う資金集め、対価を伴う、まあ資金集めですね。それは、私が作っている株式会社やっさんというですね、自分が社長を務める会社で、堂々と私は、この会社で政治資金パーティーをやりますと。いや、政治資金パーティーとは言わないね。政治資金パーティーというのは、政治資金規正法に定義のあるもんです。政治団体がある。で私は株式会社やっさんという自分の会社で、堂々と、利潤を上げる。だって株式会社ですからお金儲けするためにやってるわけですよ。で、堂々と胸を張って、営利会社で、対価を伴う政治分野の、まあ、足立政治塾、足立塾というね、セミナーサービスをやってるわけです。半年間で1万円。これによって、収益が上がります。で、それはまた政治活動に、この、再投資をされていく。で、私は役員ですから、役員報酬がありますが、まあ、それもですね、すべて再投資をしていく。で、じゃあ、政治資金規正法に書かれているものと私がやっていることは何が違うか、違わないと思うんですよ。同じ政治活動ですよ。違うのは消費税、法人税を払ってるっていうことですよ、私が。だから私はインボイスの発行事業者にもなります。素晴らしい国会議員ですよね。そう思いません。ね。語りかけてあげませんね。私は本当にそういうね、自民党、万年与党と万年与党が作ってきたそういう猿芝居的制度を使うんじゃなくて、堂々と税金を払って政治資金集めをやるということをやってます。ところが、これはやっぱり政治活動だから、ぜひ選管にですね、これ政治団体だから届けに行ったんですよ。だから受理されなかった、されないんですよ。
なんでされないか、グレーゾーン解消制度で紹介しました、あの端的で結構ですから、その、総務省としての回答の内容を簡単に紹介ください。森自治行政局選挙部長。お答え申し上げます。あのお尋ねのグレーゾーン解消制度に基づく確認の求めの内容につきましては、紹介者である株式会社が政治資金規正法第3条第1項第3項の政治団体に該当するか否かというものでございまして、確認の求めに対する回答の内容としては、紹介書に記載された株式会社は法に規定する政治団体には当たらないとなっております。その理由についてでございます。政治資金規正法第21条第1項において、会社労働組合職員団体その他の団体が政党及び政治資金団体以外のものに対して政治活動に関する寄付をしてはならないこととされており、同条第2項において政治団体がする寄付については同条第1項を適用しないこととされております。で、仮に会社が政治団体になり得るのであれば、同条第2項により同条第1項の適用が除外され、会社から政党及び政治資金団体以外のものに対する政治活動に関する寄付をすることが認められることになるわけでございますが、企業団体献金を制限した道場の趣旨を仏却する恐れや、道場に対する脱法的な手段となり得ることなどから、会社は政治団体になれ得ないものと解されます。こうした内容でございました。以上。足立康です。ありがとうございます。もう短くて結構ですが、これは労働組合についても同じであると、同じというか、要は政治団体にはなり得ないということでいいですね。森選挙部長。はい、お答えいたします。労働組合については、労働者がその労働条件の維持改善等を図ることを主たる目的として組織する団体であり、政治資金規正法に言うところの、政治活動をすることを、本来の目的とするものでないことから、政治団体とはなり得ないものと解されるものでございます。以上。足立康君。今日は厚労省にもお越しをいただいてます。具体例はいいんですが、一般論としてね、私、労働組合って政治運動ばっかりやってる労働組合あると思うんですよ。だから、これはだから、要は労働組合で勝つ政治団体っていうのはないんですから。政治団体ならそれ労働組合じゃない。それが今あった答弁ですが、じゃあ、私たちは労働組合だっていう人がですね、多分労働争議とかで、中央労働委員会とかにこういろいろ申し立てとかをしてくることがありえますよね。そうしたときに彼らが本当に労働組合なのか、あるいは実は政治団体なのか、労働組合を装った政治団体なのか、ちゃんとチェックいただいてるでしょうか。厚生労働省青山大臣官房審議官。お答え申し上げます。まず一般論としまして、労働組合法上、労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体でございまして、主として政治運動または社会運動を目的とするものについては労働組合法上の労働組合とは言えないものとされております。今申したような労働組合法の労働組合に該当するか否かについては、労働組合が労働組合法に定める、今おっしゃられました不当労働行為の審査などの手続きに参加しようとする場合に、その都度、今申しました労働組合法第2条の要件に該当するかにつきまして、労働委員会において審査をしております。足立康。ありがとうございます。だから、ね、皆さんね、騙されないでくださいよ。労働組合を装ってる政治運動団体、政治団体ありえますから、論理的に。だから、要はあるじゃないですか、労働組合を装いながら、なんか沖縄の辺野古行ったり、どこ行ったりして、そんなことばっかりやってる団体が。私はそういうところは今の法の整理上、労働組合ではもうないんだということを、制度がそれをそういう制度になってるんだということを改めて強調しておきたいと思います。最後に、先ほどの政治資金パーティーの話に戻りますが、今日は国税庁をお越しをいただいてます。これ政治資金パーティーだからといって、すべて、これは、損金に、ごめんなさい、すべて、交際費等で扱えるとは限らないと私は理解してますが、それでよろしいですか。国税庁、植松長官官房審議官。お答えいたします。今、ご指摘はパーティー券を購入した事業者側の税務上の取り扱いということでございますけれども、はい、個々の政治資金パーティーの実態に応じて課税関係は異なるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、
政治家や政治団体が行う政治資金パーティーのパーティー券を事業者である法人が購入した場合には、その購入費については政治活動を支援するための寄付金に該当するのであれば、一定の損金参入限度額の範囲内で損金参入となり、パーティーの出席者と親睦を深めるための交際費等に該当するのであれば、資本金の額等に応じて定額控除限度額等の範囲内で損金参入となることとされております。いずれにいたしましても、国税当局としては個々の事実関係に照らして適切に判断を行うこととなります。もう時間来ますから終わりますが、これすごく実は大事なご答弁だと私は思ってまして、当たり前ですよ、当たり前のことをご答弁いただいたんですが、政治資金規正法に規定する政治資金パーティーであれ、私が株式会社で営利事業としてやっているそのセミナーサービスであれ、それを購入いただいた事業者の税務上の取り扱いは今おっしゃった同じ理屈でこう適用されます。ところが、まあ、またゆっくりやりますが、政治資金規正法上はですね、それは、政治資金パーティーは、寄付規制の、外にあってですね、まさに、5万円以上でも名前を出さなくていいとか、様々な美味しい制度になっているわけであります。私は、やはり、この政治資金パーティー制度は、脱法であると。いや、要は自民、万年与党と万年野党が脱法的な観点から作り込んだ政治家のための、政治家による政治家のための、非常に国民を愚弄する制度であるということを、まあ、党の見解ではありません。個人的に、指摘をして、今日の質疑とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。終わります。他に、立憲民主党はいりません。共産党のように永久野党として、与党に意見する野党は必要ですが、ただ、売名行為でプロ議員の地位を維持して議員報酬に群がる輩はいりません。日本国の議員であるなら、日本国の主権と日本人の生活を守る国士であるべきだと思います。ゆえに、足立劇場は面白いですが、心中の大阪維新には注意が必要です。あの地域の労働市場を満たすのは、親中企業ではなく、セキュリティクリアランスをクリアできる範疇国策企業であるべきです。